国鉄28,400計客車。国鉄28,400計客車。国鉄28,400計客車は、日本国有鉄道の前身である、鉄道省が1921年から1927年にかけて、特別急行列車を筆頭とする優等列車や、急停列車などでの使用を目的とし製造した20メートル級木造、三軸ボギー式客車形式群である。 なお、この名称は国鉄が定めた、正式の系列故障ではなく、1925年より製造された、スハ29,300系、後のスハ28,400系と同様の寸法、構造の客車を総称する、趣味的、便宜的な故障である。一般に、大型木造客車として知られる一連の鉄道省、正式17メートル級木造客車群。 那覇22000型などの設計を基本として、車体長を20メートル級に拡大し、台車を3軸ボギー式に変更したものである。それゆえ、鉄道省内では那覇22000型などの2軸、ボギー式客車との区分上、大型 3A 便車と呼ばれた。主として12等特別急行第1.2列車、以下、1.2列車と略記の輸送力増強と、 サービス改善を目的として、それらで従来使用されていた9000番台の形式称号を持つ、新橋工場製三軸ボギー式客車群、置き換えるべく、一等展望車、一等寝台車、二等寝台車、一等座席車、二等座席車、食堂車、荷物車の各車種が鉄道省多い、大宮の両直営工場で製造され、 さらにそれらとは別に3等特別急行第3.4列車以下3.4列車と略記専用3等座席車が、汽車製造会社、汽車東京支店と日本車両製造、日車東京支店で製造された。いずれも優等列車での使用を前提に設計されており、その車種構成や客室設備は以後の国鉄優等客車の基本を確立するものとして長く受け継がれた。 しかしながら、1926年9月23日に、山陽本線で発生した一列車の脱線事故の調査が実施された際に、脱線事故などが発生した場合の木造車の脆弱性及び危険性が強く問題視されたため、本系列は早期に、オハ31系や、スハ32系などの構成客車に置き換えられており、本来の製造目的であった。 特別急行第1から4列車での使用は極めて短期に終わった。以後は、推定3 7千5 0型の高成化改造工事を受けたおいて2万7千9 2両を除き、各形式とも概ね1935年頃までに格下げ改造工事が順次施行され、他の木造客車と同様に0 0扱いとなって、戦後の60位の高代化改造工事実施まで地味な、 運用に充てられた。なお、本系列と同時代に大井工場で製造された10.1112号5両社も、基本設計は本系列のそれに準じており、講義には本系列に含まれる。22000系の基本設計に準じ、それらと同等で二重屋根構造の大型車体断面を備える。ただし、車体長などについては、特急用としての洗来にあたる。 帝国鉄道庁成立後に製造が開始された新橋工場製三軸ボギー式客車群の寸法をほぼ踏襲しており20メートル級となっている。大枠は22000型などの UF12.13 を単純に20メートル級にストレッチし台車の心皿位置を三軸ボギー式台車用に修正した UF42.43 である。 側窓の寸法は展望車の展望必要などの一部の例外を除き、当時標準の 660mm、高さ X610mm、幅が踏襲されたため、後年のスハ三32系などと比較した場合、実際の車体長以上に長く見える外観であった。全形式ともに、対象6年基本型あるいは、TR71 と称する、八股製鉄所製の玉、 山形港を側枠に使用する釣り合い量式の三軸、ボギー式台車を装着する。車軸はいずれも基本10トン長軸で、各車軸間の軸距十は 1753mm5 フィート9インチとなっていて、基本的な設計は同一である。ブレーキは真空ブレーキやウェスティングハウスやブレーキ車製 P 弁による自動空気ブレーキを使用していたが、これは後年。 おハ31系量産中に開発された A 動作弁による AV ブレーキ装置に返されている。なお、本系列は1925年の連結機切り替えの直前に製造されたため、1923年頃から1.2列車などの中間に連結される客車については、新造時より自動連結機装備となっていた。 3.4列車専用3等車としてスハ29,300から29,319の20両が1925年に、記者東京支店及び日車東京支店で製造された。3等車ではあったが、特急専用設計として編成が終点で、方向転換されることを前提に座席が2列1、方向固定式のクロスシートとされ、 これは、以後のスハ33900系、スハ32550系、スハ33系を経て、後のスハ44型に至る一連の特急専用三等客車群の設計の基本となった。1937年頃に2両がスハに28900型に、5両がスハユニ28820型に、残りの12両がスエ28400型に、 改造され形式消滅した。なお、1927年の称号改正では、自己廃車で欠板となった、スハ29,309を除く19両がスハ2 8 4 0 0系2 8 4 0 0から28,418に解消されている。スハ29,300型に対応する三等関係者として、これらと同様、1925年に、 スハフ29,500から29,511の12両が、汽車東京支店と、日車東京支店で製造された。1937年から1938年に、かけて8両がスハに28,900型に、残りの4両が、スヘフ28,800型に改造されて、形式消滅した。座席などの諸設備はスハ29,300型に、 準じるが、こちらは1927年の称号改正を時には、無事12両全車が解消されてスハ28,800から28,811となっている。1.2列車用二等信頼車として、当初は、スロネ28,500から28,507の8両が1921年に、大宮工場で製造され、続いて、 スロネ28,508から28,512の5両が大宮工場で、スロネ28,513.28514の2両が大井工場でそれで製造された。上下2段で2人ずつの寝台を2組で一室とするツーリスト型の区分室を7室備えていた。1926年の山陽本線脱線事故では、 スロネ28,500.2850128,503の3両が脱線大破して失われ、1927年の称号改正時には結番を詰めて、スロネ27,300から27,311に解消されている。マロネ48,500系の心臓開始で特急列車の運用から外され、 その午前車間に29,500.29550がへ、え、順次、格下げ改造された。1.2列車用を一等信頼者として1921年に、大井工場で28,100の28,109の重量が製造された。1925年までに、後半の28,105から28,109に、車掌室が追加設置されて、 スイネフ28,260系28,260から28,264となったため、1927年の称号、改正時には残る5両が、スイネ27,100から27,104に解消されている。イギリス皇太子の来日予定に合わせて、スイネ28,100型を基本として1920年より設計され、 1922年4月の同校大使来日に合わせて、同月17日に10号、展望車11号、食堂車5両車と共に、大井港で完成した具部車である。水根28100系の基本設計が流用された、ためか同形式の区分番号が与えられ、水根28110と不満されたが、その車体設計や工作は、 大行の一枚板を三枚継いだ腰板を用い、真紅色の漆で仕上げた外観と、生地塗りの内装など、同時制作の五両社二両に準じるものとされた。車内は、測老化式を基本とし、順に、物置、特別必要便所、特別室、二人室、四室、四人室、二室、喫煙室、便所と洗面所が配されており、このため側窓配置は、寝台側が、 D121 億1112万 2111D 21 21廊下側が D111 億2211万 1111DD D デッキとなっていた。本社は完成後、予定通り4月19日より27日にかけて、日光、箱根、京都を訪問した英国皇太子の故障用列車に10.1155両車と共に供され、 その後もスウェーデン皇太子夫妻の御乗用列車に、供され夜間の工程で、その設備を有効に活用されている。1928年5月17日の、車両称号規定の制定と前後して、旧停列車用の本社は区部社としての番号が、新たに割り振られて700号と、改版されたが、1929年には再び、一般車としての形式が与えられ、 水年ね2万7千百系、旧水年ね2万8千百系の続番となる水年ね2万7千百5と不版された。もっとも、同年には、後継となる20メートル急行性特別しつつき一等信医者が、心臓されたことなどからその役割を終え、その後もしばらくそのまま予備者として維持されていたものの、結局1932年に、 大井工場で荷物車への格下げ改造が実施されて、万に29,529 29となった。その改造に際しては、一旦の便所と洗面所がそのまま残され、側面 2,800mm 幅の両開きに扱い扉が2箇所設けられたものの、特徴であった大型の1枚板による腰板も、極力切断せずに活かされた。かくして、本社は、 荷物車でありながら愚部車時代に通ずる優美な姿を保ったまま、国鉄木造客車の終焉となる1950年代後半まで品川客車区配置で使用され続け、交代化や事業用車への格下げ改造を行われることもなく、1957年4月にそのまま廃車解体となっている。1.2列車用を一等信頼者として1923年に、 大井工場で28,120の28,124の5両が製造された。政府交換や皇族などの特別客への対応として、一旦に専用便所付きの特別室を設け、他に二人室4つと四人室2つを設けるという、推二28,110と同様の車内配置とされていた。1925年に大井工場で、 水ネフ28,250の28,254の5両が製造された。陳腐化が目立ち始めたステン9 0 2 0 9 0 2 5系の代替用として1923年におてん28,070から28,074が鉄道省大井工場で製造された。前年に同じく大井工場で製造された。 国賓用展望車である15号両者が本系列の基本設計に順じて設計されていたためもあって、その各部設計を引き継ぎつつ、簡素化してあり、また、約1.2メートル幅の広窓が4枚並ぶ展望室を備えるなど、車体の後部約1、3については15号両者と同様のレイアウトとされたが、使用目的の相違から、通常の一等客室を開放室とする必要があり、 中央の通路を挟んで5客ずつ回転椅子が配され、それに続いて左右各1列のゆったりとした対面式固定クロスシートが各2組で計8人分配されており、カタロー式で随行員室が並んでいた15号両者と側窓の配置が大きく異なっている。竣工後、1930年3月の推定3万7000から3万7000に完成に伴う、 置き換え開始まで、およそ7年にわたって1.2列車の看板車両として、東京神戸間に連結されたほか、1927年8月1日からは、シベリア経由オーア旅客及び手荷物連絡運輸規則、及び道取扱い最速の施行に伴いオーア、連絡旅客の利便を図るべく展望車の連結範囲が拡大され、格闘急行第7.8列車以下、 7.8列車と略記の京都下関間の最高尾に連結されて運用されるようになった。1927年には、称号改正に伴いおいて2万7000から2万7004に改版された。1930年12月の推定3万7 1 0系竣工春後は、おいて2万7001から2万7004が、特急運用の任務を解かれて、京都へ転属となり、 急行第7.8列車の京都下関間のみで単独運用として連結されることとなった。なお、この際に転出せずに、東京に残されたおいて2万7000はその後も予備車とされたが、1935年に大井工場で荷物車の間に2万9511へ大改造されている。 7.8列車専用となったおいて27001から27004は、客車の構成化が進んだ後も長く両列車の編成再高尾で異彩を放っていたが、新設の特別急行、かもめ用一等展望車が必要となったことから、1939年に予備車となっていた推定37000系2両を7.8列車に、 転用の上で捻出されたおいて27001.27003の2両が交退化改造工事を実施されてすいて3 7千5 0型となった。さらに、残された27002.27004の2両も、鉄道省水田工機部で通勤計客車である、おは28000.28001への大改造が実施され、1943年をもって、形式消滅となった。 1.2列車用食堂車として1923年に大宮工場で推し28,670から28,674の5両が製造された。基本となったのは大井工場が同年に完成した11号5両車であり、大窓の採用は見送られたが、その車内レイアウトは以後の厚生食堂車を経て戦後の推し24型。 あるいは583系寝台特急電車まで途中拡幅による食堂座席の一列像やテーブル数の多少の増減はあったものの、それ以外はほぼそのままで踏襲され続けることとなった。特急運用からの離脱後、推し27,700から27,702の3両は1934年度に、 マニ29,526から29,528へ格下げ改造され、残る押し27,703.27704も、戦時中に通勤計客車のオハ2 7 5 0 2 7 0 5 1に改造されて、形式賞となった。 押し2万8670系の増備車として1927年に押し2万8670個から2万8678の4両が製造された。基本的なレイアウトには変更はないが、台枠が新設計の強固な漁服式台枠に変更されており、このため1927年の称号改正では押し2万7730型と別形式が与えられている。 1939年2月に全社課中鉄道に現物教室するために中国大陸に送られ終戦後に日本へ戻ってくることはなかった。1924年にマニ29,930から29,934の5両が製造された荷物車。1927年の商号改正でマニ29,500から29,504に 改版された。最後に残った、マニ29,504が1955年9月に廃車され形式消滅となった。戦時中に不要となった食堂車の推し27,703から27,705を改造した通勤計客車である。車内の厨房施設と水槽をすべて撤去し、車体中央に客用扉を増設の上で吊り革と板張りの ロングシートを設置した。あとに、おは2八千五十の二万八千五十二へ、改版されている。九百四十二年のダイヤ改正で不要となった、おいて二万七千二点二七零零四の二両を九百四十三年に、鉄道省水田港機部で改造した、通勤計客車である。改造にあたっては極力主車の部品が再利用されており、展望デッキを、 通常のデッキに変更し、展望室の4枚の広窓を残したままその直後の一等室、回転座席部分 2100mm 幅の中央扉を設置、さらに、車内の各種設備をすべて撤去して、中央扉を挟んで、前後に長さ 5515mm 及び 6915mm と、文字通りのロングシートが設置された。なお、 屋根状の明かり取り窓と通風機の位置は、展望車時代と同一で、旧展望室の広窓と共に種車の面影を止めていた。多い27,800系5両を格下げ改造した通勤計客車である。車体中央への客用扉追加設置、車内の板張りロングシートかと吊り革設置などは、他の本系列通勤客車と同様であった。 水府27,830系4両を格下げ改造した通勤計客車である。改造内容は、おは28,100型に準じる。水根28,100系の後半5両に車掌室を追加設置した一等信頼関係者である。1927年に一点に列車の展望車、連結区間が東京神戸間に変更された後は同社の 前くらいに連結されるようになり、神戸下関間で同列車の最後尾となった1.2列車の高成客車化により、余剰となったスロネ27,300系のうち、スロネ27,305から27,309の5両を改造した3等に持つ合わせ作り車である。3.4列車への素ハ33,900型と、 スハフ35,250系の投入で余剰となったスハフ28,800系8両とスハ28,400系2両を1937年から1938年にかけて改造した3等荷物合わせ作り車である。戦後まで一方向固定式、クロスシートが取り付けられたままであったことが実写写真で確認されている。 なお、スハ28,400型より改造のスハ28,908.28909の2両は、座席方向が他の8両と反対となっている。3.4列車へのスハ33,900系の投入で余剰となったスハ28,400系5両を1937年に改造した3等郵便荷物合わせ作り車である。 こちらもオリジナルの座席が維持されたまま改造されている。1937年の日課事編勃発で商業兵輸送用客車が必要とされ、同年12月にスハ28,400系のうち、スハ22,8900型とスハユニ2,820型に改造されなかった12両を急遽改造した車両である。本来の一方向固定式、 クロスシートをすべて撤去して、通路を片寄せて、残りを畳み敷きとした。すえに18,400型と同様、スハに28,900型へ改造されていなかった、スハフ28,800系のうち4両を改造した、病客車である。改造内容は、すでに18,400型に準じる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。